あんたの結婚相手決めたわ。大金持ちよ、感謝しなさい。私結婚はしないって決めてるので。なんだよ。あなたみたいな親にはなりたくないからです。一人で生きられるようになった途端、生意気になったものね。あなたの血を引いているので、自分が同じことをするのが怖いんです。私が何をしたっていうの。厳しくしつけてあげただけでしょ。押し入れに入れておくのが子育てなんですか。一人部屋でしょ、欲しがってたじゃない。私が何かを欲しいと口にしたことはただの一度もありません。親思いのいい子だから言えなかったのよね。わかるわよ。違います、言っても叶わないからです。じゃあ叶えてあげる。そろそろ結婚相手が欲しいからでしょ。いりません。仕送り増やせるの。毎月たったの10万じゃ足りないのよね。その件ですが、もうやめさせてもらいます。は？仕送りをすることを条件に家を出ましたが、もう8年になります。そろそろ解放してください。冗談じゃないんだけど。本業以外にもバイトをしてほとんど寝ていません。昨日倒れてしまい、今は入院してます。過労ということでした。気合が足りないんだよ。それだけでは乗り越えられないこともあります。こういう時、結婚してれば働かずとも旦那の給料で食っていけるでしょ。では結婚すれば仕送りは免除されるのですか。んなわけあるか。何のために金持ちと結婚させると思ってんだよ。仕送り増やす以外にないだろ。やっぱりそれが目的ですか。20歳以上のオタクデブだけど、仕送り100万よろしくね。46歳ですか。最近じゃ年の差婚も珍しくはないし、あんたより早くあの世に行くから保険金も狙えるよ。最高物件じゃないか。そんなに稼いでることなんですか。パパの話によると、大企業の高級取りらしいよ。そんな立派な方と私は釣り合いません。無理です。パパの顔を潰す気か。いろんなツテを使ってやっと見つけてきたんだよ。勝手に決めないでください。お前のその顔でイケメン高学歴の金持ちを捕まえられると思ってるの。そんな夢みたいなこと考えたこともないです。だったらデブで妥協しろ。私にその気がないのに、お相手の方に失礼です。お断りしてください。お前の気持ちなんてどうでもいいんだよ。私たちのためにどう生きるか、それだけを考えろ。何を言ってもダメなんですね。いつもそうでした。勇気を出して反抗すればいつも押さえつけられるんです。分かってるなら立てつくな。もしお会いして相手に断られたら、ご縁がなかったということで理解していただけますか。相手にも選ぶ権利はあるでしょうから。そんなことになってみろ。パパとお前のアパートに押しかけて昔みたいに可愛がってやるよ。お願いします。それだけはやめてください。だったら全力で気に入られることだね。頑張ります。私はひな、26歳の会社員で、副業で深夜に清掃のバイトもしています。毒にまみれて育った割には、今のところ人様に迷惑をかけずに生きているのではないかと思っています。子供の頃のことは思い出したくもありません。一言で言うなら暗闇。それ以外の評伝が見当たらないです。世間体を気にするタイプの毒親なので、高校までは出してもらえました。高校の求人で一番給料がいいところに就職させられ、仕送りを強要させられて今に至ります。今別々に暮らせているのは会社の上司のおかげなんです。一度仕送りが遅れたことがあり、母が会社に電話をしてきて暴言を吐いたことで、いろいろとさせた上司が相談に乗ってくれ、私を他県へ転勤させてくれたのです。金のためなら仕方ないと引っ越しを許してもらったまではいいですが、それまで5万円だった仕送りは田舎だからという理由で倍に跳ね上がりました。なぜ払うのかと不思議に思う人もいるでしょう。その問いに、私は分かりませんと答えることしかできません。反論しても潰されるから、そのうち次第に抵抗すらしなくなります。そうやって生きてきました。こんな人生どうなってもいい、そう思って私はお見合いを受けることにしたのです。そこに現れたのは、母の言葉通り46歳の
オタクデブそのものでした。数日後。ねえねえ、お見合いどうだった？うまくいった？はい、気に入っていただけたかと。やるじゃない、いよいよ結婚ね。でも正雄さんは人前が苦手だから結婚式はしたくないそうです。そうよそうよ、そんなお金があるなら仕送りに回せ。はあ、で仕送りのことは了承してもらえた？まだそういう話は。何やってんのよ、そこが一番大事なんでしょ。ですが、まあいいわ、あんたが財布を握ればあとは自由にできるもんね。どうなるかわかりませんが。でかしたわよ、可愛くもないのにここまで育ててきて本当によかった。やっとお役に立てましたか。上出来よ、これからも頼んだわよ。では失礼します。待ちなさい、大事な話がある。何でしょうか。すぐに入籍して高額な生命保険に入らせなさい。はい。億単位のにしてね。なぜですか。高脂肪高カロリーなものを与えてどんどん太らせる。運動なんかさせちゃダメ、限界まで太らせなさい。だから何のために。わからないの、さっさとあの世を国にするのよ。なんてこと言うんですか。月に100万の仕送りを10年続けて1億2000万でしょ。はあ、私もう60歳なのよ。10年後生きてる保証もないし、一括でもらった方が派手に遊べるじゃない。だからってそんなことできません。あんたはひたすら美味しい食事を作るだけ。デブは気づかずにそれを食べて病気になるの。何の犯罪にもならないわ。わざと病気にさせるなんて。あんただって好きでもない男との結婚生活なんてすぐに終わった方が楽でしょ。無理です、できません。やるので、そいつが消えたらまた新しい男探してあげる。今度は80過ぎのジジイとかがいいわね。そうやって私は何度も何度も誰かに嫁いで保険金を手にしてあなたたちに渡さなければならないんですか。そういうこと。さすが私の娘、理解が早くて助かるわ。理解したとは言っていません。食事だけじゃ時間がかかりそうだから念のため薬品を送っといた。何ですかそれは。ちょっと食事に混ぜるだけでぽっくりさよならできる。犯罪です。これであんたは共犯よ。私を裏切らなければ秘密は一生守るけど、もし裏切れば警察にあんたを突き出してやる。警察に捕まるようなことは何もしていません。どうにでもできる。私を見くびるな。私の逃げ道をそうやって徹底して潰すんですよね。逃げようとすることが間違ってるのよ。もう勘弁してください。数千万の保険を何社かに分けて入りなさい。できるだけ多くかけるのよ。わかったわね。半年後。お前、お久しぶりです。この半年間どこを逃げ回ってた。職場に電話したら結婚と同時に退職したって言われるし、前の家にはいないし。結婚したので引っ越しました。とある駅の近くにあるタワーマンションです。ジムやプールがあるので夫とよく利用しています。はあ、仕送りもせず自分だけそんないいところに住んでたのか。夫が稼いでくれるので。何がジムだよ。旦那をさっさと太らせてぽっくり行くようにするのがお前の仕事だろ。こんな素敵な人なかなかいないので長生きしてほしくて。お前そんな肝デブに惚れたのか。今の彼を見てから言ってください。食事と運動で20キロも落ちて見違えましたから。話が違うだろう。お見合いの時実はすごく意気投合したんです。好きなアニメが同じで、彼は私の欲しかったグッズやフィギュアをたくさん持ってて、何時間話しても足りないくらい楽しかった。はあ、この人と毎日過ごせたら絶対に楽しい、それって最高じゃんって思ったらワクワクしました。お前アニメなんかに興味があったのか。子供の頃は趣味なんて当然持てなかったので大人になってこじらせちゃって。でも仕送りでお金がないから見るだけでしたけど。
別れなさい。嫌です。誰が幸せになれと言った。この半年仕送りが止まって私とパパがどれだけ苦しんだかわからないのか。苦しめよバーバー。誰に向かって言ってるの。ヒナの夫のマサオだけど文句ある。あんたね、うちの娘をくれてやったのにお礼もしないなんてどういう神経してんのよ。何の俺、金しかないでしょ。俺に保険金をかけて消すように指示したくせによく言うよ。はあ、あのラインしてた時隣で一緒見てたけど、あれは今までヒナにしてきたことを全部聞いたよ。あの子が何を言ったか知らないけど子供の時から嘘つきなの。信用しない方がいいわ。嘘つきのクズはどっちだよ。私はクズじゃない。だったら娘の幸せを黙って見守れ。見守ってやるからさっさと仕送りしなさい。お前にくれてやる金があったらアニメに全額使うわ。ふざけるな。お前がふざけるな。ひなちゃんはお前と LINE するだけでも手が震えるんだよ。お前を拒絶することすらできないんだ。だから俺がお前ら毒親からひなちゃんを守る。あんたが何をしようとあの子は一生私の娘なの。さっさと返しなさい。ひなちゃんのおかげで俺は生まれ変わった。見える景色も変わって体も軽くなってアニメ以外の楽しみも見つけた。次は俺が彼女を幸せにする番なんだよ。お前らに渡してたまるもんか。デブが痩せたくらいで浮かれてるんじゃないよ。浮かれて何が悪い。今後お前らとは一切関わらない。線香一本だってあげてやらない。それがお前らの生きた証だ。あんたじゃ話にならない。ヒナに代わりなさい。毒ママ、ポイズンババア、妖怪毒まみれ。はあ？私が今まであなたの LINE の表示名につけてた名前、こっちから見えないと思ってずいぶんふざけたことするのね。精一杯の抵抗だった。直接言えないからそんな小さなことでうさばらしするような気の弱い自分が嫌だった。勇気を出してノーと言ってもその数分後には覆される。でもマサオさんと出会って少しずつ自信が持てるようになった。だからはっきり言います。何よ、言いたいことがあるなら言えば。このクソ親。はあ、面白いじゃない。それだけ。愛せないくせに子供なんか産むな。施設にでも入れてくれた方がよっぽどマシだったわ。へえ、それで。この腕の傷も背中の火傷の跡も一生消えることはない。だから私は一生かけてあんたたちのことを忘れてやる。楽しい思い出で上書きして記憶から消し去ってやる。よくできました。でも甘いわね。記憶から消える前に再びあんたの前に現れて嫌でもこの顔を思い出させてやるわ。私を見つけられるならどうぞ。私を舐めるんじゃないわよ。マサオさんの海外赴任についていくことになったの。仕送りがゼロになった上に生活保護まで打ち切られる。あなたたちに世界中を探すお金があるならどうぞ。は？生活保護受給してるのにこそこそバイトしたり私からお金をもらうことは不正受給に当たるのよ。あれがなくなったら生きていけなくなる。働きなさいよ。いつまで無職のパチンカスやってるわけ。生活保護がもらえないなら余計に仕送りが必要になる。海外からでも送金はできるはずよね。私と彼の話が全く伝わってないよね。縁を切ると言ってるの。今この LINE が最後なのよ。わかるかな。ヒナの分際で偉そうに。あとうちに送りつけてきた薬品だけどマサオさんに調べてもらったら相当危険なものらしいわね。あんなものどこで手に入れたの。関係ないでしょ。毒物および劇物取扱法違反。え？現品添えて通報しておいた。あとこれを飲ませろという指示のラインも予備罪強制あたりの罪も追加されるのかな。ちょっと待ってよ。親を警察に突き出すの。親？誰が。ひなちゃん。虫唾が走る。名前を呼ばないで。今までいろいろあったけど今後は仲良し親子で買い物行ったりしたいわね。ママも海外のお家に遊びに行かせてよ。アメリカ、ヨーロッパ行ったことないから楽しみだわ。
すごい根性してるね。その薄っぺらいおべんちゃらで、私がこの26年間を許すと本気で思っているとしたら、頭悪すぎるから。そんなこと言わないで、ママも反省してるのよ。反省してるなら、この世から消えて、あのクソジジイも道連れで、あんたに追い詰められる気が来るなんて思いもしなかった。私は何度も夢に見てた。やっと叶った。マサオさんのおかげよ。マサオさん、私も助けてよ。義理の母なのよ。二人で今声が揃って爆笑しちゃった。なんて言ったの？消えろ。後日談。警察に通報し、母は逮捕されました。父は知らぬ存ぜぬを通したようです。罰金刑で済んだそうですが、刑務所に入った方がマシだったかもというくらい、その後の二人の生活は落ちぶれたとか。生活保護は打ち切りとなり、不正受給の返還も求められたそう。長年遊んで暮らしたせいで、どの仕事も長続きせず、数日間何も食べられない日々が続くこともあったとか。万引きがバレて追いかけてくる店員から逃げる際、車にひかれた父は寝たきり状態となりました。治療費や入院費のためにまたお金が必要になり、母がパートでわずかなお金を稼ぐ毎日。介護とあまりの貧困に絶望した母は身投げしたそうです。すべて父からの手紙で知りました。もっと長生きして苦しめばよかったのに。私の半分も苦しんでないじゃない。そう思う私は人として最低でしょうか。もうすぐ赤ちゃんが生まれます。私はこの子に同じことを繰り返さないか不安になります。でも正夫さんが、俺がいるから大丈夫と言ってくれました。楽しい記憶を一つでも増やして、早く過去を消し去りたいと思います。